稲川選手、今月一大イベントがありますよね。はい、なんですか。今月の今月のイベントですよ。僕に対してですか。ああ、それはそうじゃないですか。当たり前じゃないですか。僕は誰まさか、ね、僕の誕生日。ああ、当たり前じゃないですか。20代入って、ね、間もないわけじゃないですか。はい、なんならね、ちょっと前で20歳っていうことで、はい、これからどんなね、20代にしていきたいかなっていう。まだ若いから。ちょっと大人になりたいです。いや、もうあの立場上大人ですよ、もう。ちょっとベビーフェイスって言われるんで。あ、お顔がね。はい、あ、まあまあまあ。もうちょっとかっこいいお男性になりたいなと思って。おお。飛ばします。飛ばしますね。21歳は。うわ、ちっちゃ。3個ぐらい書いとけもん。まあ、じゃあ、あの、あれね、あの、これも流すから、あ、大きめに書こうか、もう一回じゃん。いいんすか。もう一回大きめに書こう。毎年、寮にちょっと手紙とかもらってるんで、全部読んでるんで、嬉しいです。はい。じゃあ、中選手。はい、ありがとうございました。すいません。これから頑張ってください。はい。大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。26待ってます。26、はい。女性人気が、本当ですか。あるんですよ。本当に。ありがとうございます。長岡くん、長岡くん。いや、僕もファンにインタビューとかしたらね。はい。いや、長岡くん。いや、僕、あの、その YouTube 見ますけど、うん、あんま僕いなかったっけ。いやいやいや、そんなことないです。あんまいないんですよ。長く長く言われてますから。